太平洋戦争における日本の降伏文書調印降伏とは戦争において軍隊あるいは個々の戦闘員が敵に対する戦闘行為をやめてその支配下にある地点兵員、戦闘手段を敵の権力内に置くこと投稿とも抗議には抵抗を止めて相手に服従すること軍人その他の戦闘員が指揮官の命令あるいは個々の判断によって 戦闘を中止し、捕虜となることである。白旗を掲げたり、何も持たずに両手を開いてあげたりすることで、投降の意思を示す。会場では白旗に加え、投降側の艦船は、自らが降参する意思を持つことを具体的に示さねば、ならず例えば砲撃、雷撃の停止や期間停止、方向の向きを外す、戦闘機を下ろすなど、 交戦の意思を持たず武装解除を受ける用意があることを示すことが必要である。投稿者は意思に反して傷つくのを避けることができ、相手は戦闘を回避できる。当事者双方にとって意味があることであるので、軍師による降伏交渉や降伏勧告がよく行われる。兵士が個人で降伏する場合、戦場の混乱と戦闘中の劇場の下でその場で、 殺害されてしまう事例がしばしばあるが、これは戦時国際法で禁止されており、違反行為は定約国の軍法あるいは国際戦犯法廷で裁かれる。これは組織的な降伏が成立した後に殺害することについても同様である。降伏の申し出は一般に白旗を掲示した軍師によるが、軍師を計略の手段として利用している場合は、軍師の不可侵権は失われる。 幸福の条件や捕虜の権利はジュネーブ条約やハーグ陸戦条約によって規定されている。降伏する側が勝利者に対して約束が確実に果たされる時のみに幸福を受け入れる場合、条件付け幸福と呼ばれる。しかし、勝利者が国際法に定められたこと以外に何の約束もしない時や通告した条件以外での幸福を認めず交渉拒否を宣言する場合、 一般的に無条件降伏と呼ばれる。国家が戦争及び軍事衝突を終結させるために自国の軍を降伏させることがある。この場合、紛争国間の合意や片方の一方的な宣言によりなされるものであり、定約により条約的性格を持つ。戦時国際法の状況下においては国際法に合意された。 諸条約において国家による降伏行為の当時的覚醒については不分明であるが、慣例的にハーグ陸戦条約付属書36条以降に基づき休戦協定を結び、後平和条約の締結をすることになるか、第三関占領による戦闘終結のいずれかとなる。この場合、非占領や降伏の帰結として軍を保有する生態が消滅したり、 ナチスドイツの後継フレンスブルク政府や、イラク共和国不ン政権など、亡命政権、抵抗政権にとって変わられたり、干渉戦争や内戦終結時の終結宣言など、例外も多く、一般的なプロトコルがあるわけではない。休戦協定から平和条約に至るまでの複数の条約を、幸福条約軍と呼ぶことがある。占領時の戦闘を避けるために、 国家や軍が都市に無防備都市宣言を出すことがある。これは組織的降伏の一種であり、ハーグ陸戦条約付属書25条における無防備都市を具体化したジュネーブ条約追加第1、規定書によるもので、戦争中に相手国に対して宣言するものである。平和時に地方自治体が戦争に巻き込まれないことを条例で謳おうとする市民運動については無防備都市宣言。 無防備地域宣言運動を参照。ありがとうございます。